おはぴよー、どうも、ひなぴよでーす。それでは本日も、ママに会いたい、続きやっていきましょう。前回は、この私が動かしているプレイヤーキャラクターである子が、女の子だと思って最初やってたんですが、男の子だったということで、一番の衝撃を受けましたね、前回ね。で、なんだっけ？そう。温かいお水を汲むための器を探してこいって言われたんで探しに行くところなんですが、結構ね、これパート1撮ってて思ったんですが、保健体育の授業で出てくるようなワードいっぱい出てくると思うんですが、下ネタで私自身が勝手に笑っていいのか、それともなんかこう真面目にこう取り組んでいった方がいいのか、ちょっとわからないままこう中途半端な状態で撮ってるんですけど、まあわかんない、キャラ崩壊してたらごめんなさいね。ってことで、やっていきましょうね。取りに行きましょう。ほいほーい。どこだったっけ？どう行けばいいんだ？なんですかん。こんにちは。何の音だろう。びっくりした。暗くなった。もう、突然。前回、確かに怖いところないじゃん。ヒャッホーとか思ったけど。始まってすぐ、こんなシーンがあるとは。ちょっと待って、この音怖い。こっち行けばいいの？どういうこと？こっちに、お兄ちゃん助けて。お兄ちゃん助けてござりんす？それよりも目玉さんのところ行かなきゃ。いやー、戻れないんですね。じゃあ行くか。はい。うわーああ細長いね。なんだこれ、手の形、面白いな。顔はそんな怖くないわ。ちょっと可愛いくらいだわ。何かそこにいるの？え？これ逃げるやつ？どうしたらいいの？え？うわー、すまない！近い！うわー！え？え？待って。どうしたらよかったの今。どうするべきだった？追いかけられたからとっさにこう反射で逃げちゃったけど。待って、どうしたらよかった？待って、あれだ、初めからがなくなってる。待って、首になんか赤いのついてる。あれ、なかったよね。あれか、死んだからか。一回死んだらそういう風になっちゃうのか。どうしたらよかったの？どう逃げればいいんだ？走れる？走れないよ。うわ、早そうだった。忘れてた。びっくりした。暗くなった。ちょっと、やばいっす。やばい。どうしたらいいんだろう。はい、こんにちは。何かそこにいるの？ちょっと上の方逃げてみる？無理じゃない？ごめんね。2回も殺しちゃった。私どうすればいいのよ。ちょっと、なんか護身用のグニグニとかこう持っていけたりしないですかね。怖い。マジでどうしたらいいんだろうこれ。どうするべき？逃げるとこなくない？無理じゃない？どう頑張っても追いつかれる感じじゃない？何かそこにいるの？助けて！ダメだ。どうしたらいいんだ？わかんない。怖い。ちょっといろいろ試してみようか。ほう。一回左に逃げてすぐ右に行けば逃げられたりする？はい。はい。いけてる。こう。どう？暗くて見えない。こっち。あれ？待って、逃げれてたよね、今ね。何をすればいいのか聞きに来たよ。目玉野郎がいた。
何かしらもらえるから、目玉野郎のところに何か器をもらいに行きたいが、いるんですよ、このドガンドガン野郎がよ。でもなんかさっきの方法で逃げられてたとこない？何かそこにいるの？で、行くやん。で、こう行くやん。で、そのまま、こう、行ける？行ける？行ける？行けない。あ、ちょ、助けて。暗くて見えないじゃないよ。そっち。何？どう？ん？助けて。でもなんか、ここから動かないと、こいつ襲ってこないわ。ちょっとこいつについてちょっと見とくか。なんか手がまん丸だね。なんだろう、あの瓶を開けるさ、栓抜きみたいな手の形してんな。どうしたらいいんだろうね。暗くて見えない。うん、分かったよ。暗くて見えないのは分かったから。あーおどうしたらいいんだ。暗くてそりゃ見えないですが、だって追いつかれちゃうしな、こっち来てたら。ん？うわあ！え？見えづらいなあ。見えづらいのは分かったけれども。うわ、早っ！こっちに逃げるのはやっぱ無理か。ん？ちょっと早速積んだのでは？は？なんで金属音が鳴るんだろう？なんで殺された時に金属音が鳴るんだろう？あいつは金属でできてるのかな？ちょっと一回何回か行き来してみる、ここを。ここを何回も行き来。何回も行き来。ああ。ダメだこりゃ。ああ、やっぱカシャーンってなるよね。なんだろう。なんか関係してんのかな。でもここから進めなきゃ意味ないんだよな。どうしましょう。困りましたな。いける？逃げられる？あ、お、お、おお、やったー！ねえ、なんか大きいのがいたよ。何あれ？それが監視ってやつだ。あれが監視？なんだろう、すごい眠い。やばい。俺、もう。ああ！寝ちゃった。また、なんかどっか取られてたりする？大丈夫？おい、起きろ。朝だぞ。おはよう。ああ、おはよう。監視はもういなくなったみたいだぞ。お、よかった。え？あ、じゃあ何も取られてない。よかった。ここに監視は入ってこないみたいだな。まあ、ただ単に、俺らが狙いじゃないだけかもしれんがな。じゃあ監視が来た時はここに来ればいいんだ。確実ではないけどな。監視はいつどこで現れるか俺にもさっぱりわからん。わかった。僕もここで引きこもればいいんじゃないかな。はあ、引きこもってるとママに会えねえぞ。それに今のお前じゃママに会うことすら難しいぞ。そうか、じゃあ行ってくる。なんか純粋だね。あ、いい子だ。ああ、お兄ちゃんはでも足がないから動けないんだもんね。足があるこの子が動くしかないと。いやー嬉しい。逃げられたの嬉しい。マジで詰まったかと思った。ああ、明るくなってる、よかった。でどっから来たんだっけか？あ、そっちか。ちょっと待って、タネさん、危ね。タネさんに話しかけられるかな。うん。君たちを探し回ってた。ああ、そうだね。
で、あれ、こっから来たんだよね。そうだよね。あー、嬉しい。嬉しいから何回もセーブしちゃう。器ね、器を探そう。目玉さん？こんにちは。目玉さん、聞きたいことがあるんだけどね。水を汲むもの欲しいな。ないかな？どうして？人助けをしたいの。人なのかはわからないけど。器、人助けのためですか？わかりました。優しい。ごめんね、最初叫んじゃって。君優しいのね。あら、いや、なんか優しい手してるもん。ゴミ箱ですけど、これでいいですか？うん、お水が入るなら大丈夫だよ。1万円入れてくれるの？かわいいね、ここの2人。あー、かぶってる。バケツかぶってる。もう話しかけられない。あ、話してくれないわ。おー、目で追われている。あ、でもこっちの方は見られている。うん、ここはでも今は腕ないから調べられないもんね。ってこと、ってことは、まあとりあえずセーブをして、ほいほいほい。あ、バケツを組めばいいのか。戻らなくていいか。じゃあ、わかったから、わかったから。あんたが元気がいいのはわかったから。はい。こっちの人たちは普通だね。とりあえず、この人にお水を汲んでくるために、ここの、ジャブジャブ、血の玉なんだ。血だまりの場所に来て、ここで、汲もう。ここから出てるのあったかい。あれ？あ、お兄ちゃんにこれをこう紐から下げてもらわないといけないのか。あー、もうこれダッシュできないからよ。地道だな、これ。お兄ちゃん、持ってきたよ。持ってきたわよ、あたい。お兄ちゃん、持ってきたよ。これでいいのかな。よし、来た。これなら十分だろ。さて、作るぞ。ありがとう、お兄ちゃん。あいよ、できた。すごい、これでお水運べるね。ありがとう。まあ縛っただけなんだけどな。じゃあ行ってこい。よし、これで組んでかけてあげられると。よし、じゃあ行こう。なるほどな、よくできてんな。腕がないことがこうデメリットになっているが、そこで動けないお兄ちゃんと協力してママに会いに行くっていう、このもう邪魔だよ君。ほ、もうちょっとだから待っててね、タネさん。ほいほい、はい。で、ここで汲めると。ここのお水はあったかい。入れ物の中に入れて、あの種さんに持っていこう。よし。組めた？首疲れてない？大丈夫？ちゃんと入ってる？とりあえずセーブしとく？はい。行こう。ちょっとあの種さんに持っていこう。もうこれから種さんと呼ぶわ、ちゃんと。はい。あ、正面からじゃないと話しかけられないのね。はい。よし、お水をかけよう。はい。はい、どっこいしょ。どうですか？あ、元気になった？どんな感じで喋ってたか忘れちゃったわ。あ、助かった。感謝しますよ、受精卵。どうしてここで小声、干からびていたかって？何も言ってないよ。実はですね、すぐそこの部屋に、私の大切なお友達がいるのです。彼女は監視から逃れるため、そこを逃げ込み、監視が入らないよう、私がそこに幕を張ったのです。へえ、これ君がやったやつなんだ。そう、そして彼女は私の良き話し相手。わずかな私の寿命のために、
たくさんの笑顔をくれたのです。ああ、でも彼女はもうボロボロで溶けてしまう運命なのです。きっと今頃は溶けちゃってる。はい、それでもせめて最後は彼女のそばで迎えたいのです。それに彼女と約束したのです。あなたに彼女の脳を与えるのだと。おー、なるほど。このなんだ、お姉ちゃんか何かかな。そういえばお兄ちゃんが脳みそがどうのこうのって言ってたような。あ、あれでも双子って言ってなかった。あ、はい、彼女が溶けきってしまう前にあなたに移植しないといけません。へえ、わかった。ぶつかればあそこ開くかな。おお、開いた、すごい開いた。あ、ありがとうございます。わがままばかりで申し訳ないですが、私を部屋の中に運んでください。正直喋るのがやっとで。うん、わかった。じゃあ喋るのふざけてないで、もうちょっとなんか真剣に喋ったらどうだい。ああ、ベッドの上にいるのは紛れもなく彼女です。え、ベッドの上にいるのは。あ、もう頭しかなくない。ああ、頭だけになっちまった。ここでずっと一人でいたのですよ。もう首だけになってしまったのですね。ああ、笑った。大丈夫ですよ、私が来ましたから。約束通りあなたに彼女の脳を渡しましょう。こんな時のためにと彼女から移植の方法を教わっています。彼女はあなたの姉なので移植はそう難しくないでしょう。姉だってやっぱりお姉ちゃんなんだ。じゃあ双子じゃなくて、私たちっていうか、この子たちよりもずっと前にできたお姉ちゃんってこと。じゃあ何人も結構妊娠しているのかな、お母さんは。おー、動いたね。僕のお姉ちゃん移植してくれ。あ、まだだった。ああ、笑ったね、いい顔。ああ、泣いてるけど。私の分まで生きてね。あ、脳みそもらったってこと？お姉ちゃん、僕お姉ちゃんの分まで生きるよ。あ、漢字使えるようになってるね。喋る文章で漢字を使えるようになってる。ここからもう頭の良さがにじみ出てきている。うん。3番目の子は本当に苦労した。ひどい腹痛、止まらない吐き気、早く早く下ろしたくてたまらなかった。一番目と二番目のようにはうまくいかない。だから初めて病院へ行った。あ、あ、三番目？ん？一番目はじゃあこのお姉ちゃんか？一番目がこのお姉ちゃんで、あ？でもおかしいな。双子だよね。双子の兄弟だから、一緒になるはずじゃん。3番目が一緒とか4番目が一緒、まあ4番目とか出てきてないけど。ん？何人妊娠させてるんですかね、この方は。妊娠させてるんじゃねえわ、妊娠してるのか。うん、戻るか。お兄ちゃん、僕頭良くなって、あ、頭良くなったってことはこれも聞こえるんじゃない、ちゃんと。お、彼の兄と仲が良かった。彼について聞けば何でも答えてくれた。いい人だった。優しい理由を知るまでは本当にいい人だった。え、さっき話してた内容と全然違うんだが。ちょっと待って、あっち、あの血の池の方もちょっと聞きたい。血の池を先にちょっと聞いてこようか。
なるほど。脳みそが手に入ったから何を言ってるのかが理解できるようになったと。面白い。面白い。はい、こんにちは。いらない、いらない。子宮なんていらない。取りたい、取りたい。だけど取るためのお金は持っていない。稼がなきゃ、たくさん、たくさんのお金を稼いで、こんなものなくなってしまえばいいんだ。望まれていないね。僕たち望まれてないよ。どうする？え？ってことはお姉ちゃんも、僕も、お兄ちゃんも、望まれてない命ってことだよね。え、そんな辛いの、ちょっと嫌だな。え、ま、でも、この子たちは純粋にママに会いたいって言ってんでしょ。うわ、辛い。何それ。ほう。彼は素敵な人だった。私にはないものをたくさん持っていた。うん。終わりか。邪魔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 やって邪魔やって、タネ君。うん。君は同じことしか言わ、おやおや、その様子だと脳を見つけたのか。ずいぶん大人っぽくなったじゃないか。わかるの？見た目は変わってないと思うけど。そりゃわかるさ。こう見えて半分君と同じ血だからね。なんとなくでもわかるのさ。脳があってもそれはわかんないや。そんな時はそういうもので割り切ればいい。今はよくわからなくてもそのうちわかるさ。そういうものなの？そういうものだ。なんか この人ちょっとおじさんっぽいよね。お兄ちゃんにとりあえず脳みそを見つけた報告をしたいが、ここの唇はちょっと閉ざしてしまったね、口をね。では、お兄ちゃんの前にセーブ。私はお兄ちゃんより先にセーブを選んでしまう女。あ、間違った、男。さて、そろそろ姉貴の脳をもらったか。え、知ってたの？え、知ってたの？同じこと言ってる。じゃあ今まで分かってて言ってたの？まあな。俺が奥の部屋で起きた時に、一番に会ったのが姉貴だし、なぜかお前の脳がないことも知ってたんだ。あ、そうなんだ。そうだったんだ。俺が会った時はまだ喋れたけど、お前はどうだった？姉貴と話できたか？うん。ちょっとだけ。そっか。まあ話したところで恋愛の話ばっかだったぜ。なんだって好きな種がいたんだとよ。あ、なるほど。俺にはさっぱりだったかな。受精卵と種くんとの恋か。ちょっとそれは厳しいんじゃないか、いろいろと。お姉ちゃんも種さんのこと好きだったんだ。はあ、よくわからんが、お前いろいろ冒険してきたんだな。まあ何にせよ、脳を得たんだ。どうだ、気分は。今は微妙だな。そうかそうか。まあ最初は仕方ないな。じゃあその微妙な頭で、もう一度探索してみたらどうだ。今までわからなかった言葉も今ならわかるだろう。うん、そうだね。もう一回探索してくるね。あ、なるほど。もう一回じゃあいろいろ回ってこいと。ちょっとさっき回ってたけど、喋れないけど。じゃあちょっといい感じの時間なんで、今日はこんくらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。脳みそを手に入れましたね。ちゃんとお姉ちゃんの意思を受け継ぎ、僕は行きたいと思います。生きてママに会いに行くことをここに誓います。それではまた次回お会いしましょう。オスピオでーす。